ナ・リーグドジャース、ブレーブス、2024年9月15日アトランタ。ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手、33、が15日、日本時間16日、までに本誌の取材に対応。ここまで4試合に登板している投手起用への思いについて語った。イー・ヘルナンデスは今季点差が開いた場面で4試合に登板し、4回3分の1を投げて5安打2失点で防御率 4.15、10-0 で勝利した8月3日のアスレチックス戦では、6番、3塁で先発出場し、打撃も3安打2打点、10-0 の9回から登板し、1安打無失点で試合を締めた。米データ分析サイト、オプタ、公式 SNS によれば、3安打と完封勝利の救援登板は史上初だった。イー・ヘルナンデスは、ロハスと共に9点ビハインドの状況で登板した前日のブレーブス戦について、私は投手ではないので真剣に受け止めることはできないが、三者凡退で抑えたことは素晴らしかった。私とミゲル、ロハスは、投球で問題ありません、と振り返った。また、私たちは常にチームを最優先にしている。我々が投げることはチームを最優先にしなければならないことの一つ。投手を使いたくないあの場面で野手が投げなければ、全体的な統計に影響する。救援投手のやりくりに影響するからだ。チームのことを考え、チームとピッチャーがイニングをカバーするためにどれだけ必要かを考えなければならない、と献身的な姿勢を示した。